実はここすごい汚れてました。どんな感じになってたかなんですけど、わかりますかね、なんかこういう汚れぼやけてるかな、こういう塩素系の漂白剤じゃ落ちないんですよ。でこれリンレイウルトラハードバス用、これめちゃくちゃ落ちます。びっくりするくらい。こすり洗い、キッチンハイターとかぶっかけてこれとか、あとはまあいろいろこすっても全然落ちないんですよ。しかしもうこれだったらもう魔法みたいに落ちる。もうすごかったんですから。こういうあのなんつうのガリガリしてる素材だから奥までこう染み込んでるんですよね。つるっとしてないから、それも落ちちゃう。衝撃でした。というわけで今日はここがね汚いんで、ここと残ってるんでね、去年やらなかったんで、あとはこれ椅子、これで比較していこうかなと思います。あれあんま落ちてないな。こっちは本気でやろうとべば全部綺麗になります。こんな感じで徐々に落ちているんで、まあ本気であればこれ系の汚れは落ちます。こんな感じですね。はい、というわけでなんていうのかな、皮脂系の汚れ、こういう黒カビは落ちないのかな、あんま落ちづらいのかな、わかんないですけど、皮脂系の塩素じゃ落ちないやつは本当魔法みたいに落ちますんで、概要欄に Amazon のリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。これは本当間違いない商品です。